本当に見たんだって。ああまあまあ落ち着いてということでね、こんにちは、ブルーホースでございます。おはこんばんは、どっかの超有名なゲーム実況者と同じような挨拶をしておりますが、そんなことは気にしない。ハンバーガー美味しいよね、本当に。いやもう本当に思うよね。沖縄に行った時にタートルズカフェっていうのが元部のところでね、あの、美ら海水族館の手前くらいにあるんですよ。でそこでまあミニバーガーっていう3つのバーガーがこうポンポンポンって並んでいるところがあって、そこで食べたね、その 3つの種類のハンバーガー、まあうまいのよ。ハンバーグと、まあ、いわゆるパテと言われて、まあ、パテってあれか、なんか挟んでるやつも全部と、まあ、フライと、まあ、それからチキンカツとっていうね。まあ、ぜひね、タートルズカフェ行ってみるといいと思います。あの、メロンクリームソーダっていう、まあ、クリームソーダっていう名前で、まあ、売ってるやつがあるんですけど、うん。まあ、一般的には、なんか細長いやつにアイスクリーム乗っけてとかなんですけど、なんか、ブランデーを入れるような、超でっかいやつに、まあ、氷たっぷりはあるんだけど、それでもまあボリューム的にはなんかすごい飲み応えのあるねやつであったので、まあ、ぜひ、ね、そのタートルズカフェっていうところで、まあ、クリームソーダとハンバーガーというね、まあ、デブまっしぐらのご飯っていうのを沖縄に行かれる方はぜひ行っていただければいいかなと思います。駐車場も 7,8 台止めるところができるん でしかも目の前がもう本当にね、瀬底島とか 伊江島とかが見えるようなオーシャンブルーで超綺麗で気持ちいいところなんで、まあ、一度行ってみられるのはすごいおすすめします。ということで冒頭ね、まあ、人が惹かれて死んでいるっていうシーンを映しながらね、あのハンバーガーでミンチの話をするっていうね、もうぐっちゃぐちゃみたいな、ね、ということで今回はどんな趣旨でやってるかっていうと、あのロケットランチャー無限武器として手に入れちゃいました。はい、あのハードコアのね S ランクを無事に取ることができまして、でただそれを録画せずにね、あの淡々と一人であの裏方の方でやってたっていうね、っていうのもあの録画するにしても、まあ、セーブが3回までしかできないのと、あと録画でね、あのじゃあ次回パートでお会いしましょうバイバイみたいな感じでこうつなぎとかやろうとすると、どうしてもあのその撮影のその数十秒っていうところで2時間半とか2時間とか厳しい時間帯になっちゃうんで、まあ、それが残念ながらちょっと僕の方で制御することができなかったっていうんで、まあ、ちょっと裏でやっちゃって、なんか知らない間にあの S プラスランクが取れちゃったっていうところがあったんで、まあ、今回はその、まあ、せっかく手に入れた武器をこう皆さんと喜びを分かち合いながら、もうあの敵という敵をあらゆるものに話しながらね進んでいこうかなというふうに思いますんで、ぜひね、あの痛快爽快な言葉が出てこなかった、うん、っていう、まあ、実況プレイをねぜひあのお楽しみいただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、早速、まあ、プレイを続けていくんですけれども、まあ、ここはね、さすがにね、ないんでね、あの、ケツアゴくんがね、ちょっとね、お邪魔しますっていう感じで進んでいこうかなというふうに思うんですが、まあね、こんな血だらけになってた時点でね、もうなんか本当に怪しいこと、やばいことが起こっているっていうことを察してね、進んでいかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ね、そんな中、こう、軽快に走っていくというね、この時点でも銃を構えていないっていうね、その優しさがあったりするよね。でちなみに、ハードコアの S プラスをこう狙っていくときに、まあ、結構いろいろあったのが、ここでまずダメージを食らうってね、ただ初めて気づいたんですけど、ダメージを食らった時点でこうやり直さなきゃいけないのかな、そのダメージ引きずったままやると、もう結構しんどい思いになるから、まあそのね、あの2回ゾンビに襲われたら死ぬくらい、やっぱハードコアってこう、シビアなあれだったんで、まあそれでいこうかなって思ってたら、まあなんかしれっとこうタクシーに乗ったら、多分クレアの破壊力のあるおっぱいに癒されて、体力が回復して、髪傷もなくなっているっていう状態だったんで、だからまあここでダメージをなんか何回やり直しても食らっちゃうっていうのがあったから、もういいやと思って、なんかいざ進んでみたらいけちゃったっていう話もね。まあ、これがあのハムソーセージっていう、ハムソーセージベーコンっていうね、こいつはまあ無視しておいて、まあここで仮にダメージ食らっちゃったとしても、まあどうでもいいかなと思って、うん。でここでゾンビがあの、ういー、やっぱりクラウドリー、ちょっと待って、そう、ここでダメージを食らったとしてもあの関係がないでごわすっていう話なんですよ、知ってた？そう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 、はい、分かってる分かってる、そうそうなんですよね。だからここで今ダメージ食らって、ま、あの、コーション、まだファインか。あ、ごめん、ごめん。ハードコアにすると、その、インクリボンがいるっていうのがすごいめんどくさいので、まあ、今、スタンダードでやってます。うん。え、出て、うわ、まあ、都合のいいこと、都合のいいことにこっちに行くのね、ほんとに。
撃たないで。しゃがめ。で、うん、まあ今はダメージ食らってたけど、まあ、多分戻ったら普通にしれっといけてる。もうなんかね、回復の方だって目の前にね、このね大きいおっぱいがあったら、それはね、それをもう見るだけでなんかもう人間癒されるなっていうのは分かりきってますからね。ああ誤解のないように言うと男限定です。男限定でそんな感じになってると。後ろからバーン、こんなやついたっか。 鼻かじられてんだよねあいつね、何回見ても思うけど。うい、ふりで、これゴリラパンチ、さすが妹。捕まってろ。で、後ろにゾンビがいないこともチェックして、さあ、いざ、ブンブンブブブン。ブンブンブブブン。パトカー、ブンブン、一匹、ブンブン。じゃあ、進んでいきましょうか。うん。さてと、はぁ、ね。何が起きてるの？で、まあ、前も話したかもしれないですけど、まあ、バイオビレッジで、マザーミランダをフルボッコにしましょうかをずっと続けてやってたんですけど、まあ、残念ながらちょっと無限武器にできるほどのポイントがもう溜まってなくて、あの、前回やったグレネードランチャーでそこが尽きちゃったっていうところなんで、まあ、今回、あの、バイオ RE2 ね。これ、まあ、RE4 につなげていくための、まあ、復習プレイみたいなところで、まあ、爽快感を味わいながらやっていこうかなと思うんで、これが終わったら、あの、RE3 をやって、あと、あの、バイオ4で、あの、まあ、ワンチャプターずつくらいで、あの、プロフェッショナルをちょっと一回やってみようかなと思いますね。まあ、あの、バイオ4の歴史を振り返ろうみたいなことをしながら、あの、バイオ RE4、バイオ4のプロフェッショナルをクリアして、で、まあ、もう一周くらい、あの、なんだっけ、なんとか41だったか412だったか、あの、レーザー4あるじゃないですか。あれをぶっ放しまくるっていう、まあ、プレイもちょっとしつつね、まあ、やっていきたいなというふうに思っていますんで、まあ、そこまでが、まあ、ちょっと今のところ予定かなと。ただそうは言っても3月までさ、そのプレイをするっていうのがどうしても追いつかないわけだから、まあ、そう考えると、まあ、多分リベレーションズ2あたりをこう買ってやるのかなと思いますね。リベレーションズ2についてはどうなんだろうな。こう個人的には、まあ、個人としてはこう一人でプレイしたことがないんですよね。いつも弟とそのナタリアとかモイラとか、まあ僕がモイラで弟がクレアで、僕がバリーで弟がナタリアでずっとプレイしてっていうのがあるんで、一人でちょっとやったことがないから、一人でやるってなったらだいぶグダグダになるんじゃないかなっていう予感はするんだけど、まあそんなことは気にしないで楽しんでやっていこうというところですね。はい、大規模な暴動が発生したため、最近はね、まあ雑談しながらね、もう気楽にラジオがてらに聞いてくれたらと思うんですけど、なんか僕の友達が毎日こう、まあ、18時半とかに投稿するんですけど、まあ、公認心理師のね、あの国家資格を持ってる超エリートの友達がいるんですけど、そいつがなんか僕のそのプレイが、プレイというよりは、なんかベラベラ喋ってる内容とかが、なんかこう耳に障りがよくって、なんかラジオ代わりにこう勉強がてら聞いてるみたいなこと言ってくれたんで、まあ普通に雑談をしながらね、あのプレイしていくのが楽しいのかなと思ってやってます。で、まあそんなことはどうでもよくで、まあ、最近の雑談、そんなことどうでもいいっていう言い方はよくないな。友達のことがどうでもいいって、そんなことないよ、そんなことないよ、歩くしかなさそうだ、俺は君のおかげで人生変わったと思ってるから。そうそう、そいつがなんだろうな、ねもう何歳、7歳の時に出会ったから、もう20年以上を一緒につるんでたやつなんだけど、まあ、まあ中学で一旦あの切れて、高校大学社会人までの期間はあんまり接点がなかったんだけど、中学の時に、まあ、同じバスケ部だったんですけど、バスケ部やってて、あの、まあ、そこの顧問が、その時にお世話になった顧問が5月末かなに亡くなったんですよ。5月の末か6月の頭に亡くなって、その時にたまたまなんか連絡があって、あれ LINE 知ってたんだ俺のことって思って、でそいつから LINE もらって、あのお通夜行った時に、まあちょっとまた しばらくなんかこう接点があって、でまあ食事行ったりとかで、僕が今あのまあ某国立大学の女子のバスケットボール部のコーチをやることになったんですよ。でそういう例の、まあ、サポートみたいなこともやってくれるようになったおかげで、まあ、今またあの接点が増えてきてるっていうところで、で、まあ、そいつは、まあ、小1の時からの付き合いなんだけど、あの小4の時にバスケ部にそいつが入ったんだよね。で入ってそいつがね、なんか一人しかいなかったんですよ。そのタイミングで、課外活動の部活が始まるタイミングで、バスケ部に入ったのがそいつしかいなくて、ちょっとブルーホース頼むわって言って、
俺しかおらんねん、一緒にバスケやれへんって言ってこう誘ってくれたが、最後もう俺はバスケの道につぶつぶはまり込んでいって、そいつよりもなんかもうのめり込んでずっとバスケやってるみたいなね、いう感じだったんですよね。とか、あとあの僕ファイナルファンタジー7とかもそう好きで、アドベントチルドレンってあの DVD 作品ね、まああのアドベントチルドレンコンプリートとかってあの何年かぶりかにこう再開したやつとかもあのなんかアニメーションなんか1000枚くらいこう書き直して新しく作った作品とか、そういうのもこうそいつが家に持ってきた DVD を見てすげえハマって、でまああのティファとかユフィとかがねもう可愛すぎる、あんなのが現実にいたら多分もう争奪戦が半端ないだろうなっていう、あのたかだか一台で気づいた IT 社長の財産レベルじゃ全然なびかないだろうなっていうレベルの美人だなっていうふうに思うんですけど、もうなんならあの多分あの資産的な話で言ったらウォーレン・バフェットレベルじゃないと、もう誰もあのユフィも、うん、ユフィもエアリスもティファも全然なびかないんじゃないかっていうほどの美人じゃないかなって個人的には思うんですけど、そんな話はどうでもよくて、もしくはクラウドくらいクールな男だったらモテるかなっていうところとか思ったけど、うん、とかね、まあ、あとはあのバイオにハマるきっかけもそいつだったんですよ。バイオの当時はそのちょうどバイオハザードのゲームキューブのリメイクがあのやってた時期だったんですよね。うん、でそのバイオのリメイクを、まあ、そいつの家でやってた。おお、これ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 来た。これなんですよ。そう、これを手に入れた時の快感がたまらず、こんなもう軟弱なものはいらない。さあ行こうか。ディレー。さあこれでパソコン買った。ラクーンポリスです。うん。そうそう。で、あ、そいつんちでそのバイオのリメイクやってて、で、最初のね、あのケロベロスに追いかけられるシーンとか、ゾンビ初遭遇のシーンとか、もうあそこでビビり散らかしてたっていうのが今でも覚えてる、懐かしいな。小4、ほんとその2002年に確かリメイクが出たはずだから、ちょうど小4だったんですよ。92年生まれの2002年だから、ちょっと10歳の小4っていうね、うん、っていうところだったんで、でもその後のなんだろう、あの最初に矢尻手に入れて地下行って、で本呪いの書手に入れて、そこまでを永遠と繰り返して、まあゾンビ 2,3 体倒すだけで彼を見つけないと、あのもうそれ以上は怖くてプレイができ当時はねできなかったっていう感じで、っていうのもやっぱりさ リメイクってさ、あれじゃん、あのクリムゾンヘッドになるから下手にゾンビ倒せないっていうところの恐怖もあって、それがなおさらなんかね、うん、レベルを上げてた気がするんだよね。しかもこう当時からするとさ、だいぶリアルじゃないですか、あのバイオのやつね。なんかぶっちゃけ個人的にはこっちよりもバイオリメイクに出てくる方がなんかすごいリアルな感じがするんだよね。よし、なんか若干アニメーションっぽい気がするもんね。そうそう、っていうのもあるし、あとビーズにハマってとか、ね、もう愛の爆弾とか無限に聞いてたもんね。MD って当時 MD ってさ、愛の爆弾聞きまくって、あのそれを聞きながらそいつにちょっと止まって寝てたとか、そんな感じだから、だからもう本当に人生の多分今ハマっているものの3分の1くらいの影響はそいつから受けたんじゃないかなと思ってるんで、まあ、そいつがねあのラジオとして僕のこのゲーム実況楽しんでくれてるのであれば、まあ、あのちょっと勉強のお供にこうなんか癒しを与えられるような感じで、ちょっとぜひね進めていけたらなというふうに思いますね。はい、ということで、今から戻って、これガラス割れちゃう？ガラスは割れないよ。こいつ先になんか始末しといたら死なないのかな？ね。なんか、今撃った感じだとハリボテみたいな感じ。まあそんなことはどうだよ。はい。捕まれ！助けてくれ！よし！こっちだ！そっちの手も！ああ、かまれちゃってる。ここで色気のぶっ放したら、こいつも助かるかもしれないよね。まあ、一緒に粉々になってるかもしれないね。あ、でもそっか、あの人間の特性からすると大丈夫。うわ、今右足がもう完全にちぎられてたっていうのが見えてきたね。うん。オッケー。よし、じゃあこいつを拾って。でもお肉片がえぐられておまんおりますな。これさ、ここでドーンってやって扉の向こう、あれこっちからドーン、あれ扉がガタガタ言わなくなった。あは、あプルプルしてる。あー気持ちいい。これが無限ロケランか。あれちょっと待って、
ここからゾンビって、降りてくるんだったっけ。おい、なんかあの我死んだことに気づかずっていう感じの、気づいた時にはもうすでにお亡くなりになってました。そんな感じです。いやー気持ちいい。これが無限のキラ、一発の重み。あれちょっと来ないぞ、来ないぞ。あれすごい綺麗、あれ足だけがちぎれてる。おーちょっとデブ、思わず体型のことを言っちゃった。あ、なるほど、初めて知ったわ。こっから出てくる靴、こっからゾンビがこう仕込まれてて出てきたっていう、そういうオチだったのけ。なるほどね、それは知らなかったな。じゃあこいつ拾って、もうまたゾンビが入ってこられてるので、向きが変わってる。先にあっち埋めとき、先にあっち埋めといちゃいましょうかね。はい。てかここゾンビ出てきてたんだね、知らんかったわ。うん、よし、じゃあこうやって今から戻りまして、あいつも先に僕始末しとけなさそうだね。あれでも今人間の判定は出なかったよね。だって人間の判定が出たとしたら、多分向けた瞬間にその武器のあの構えが解除されるはずだから、そうならないってことは、多分ここゾンビいるのかな。ゾンビいるの、分かんない。いや、痛い痛い痛い、危ない危ない。じゃあくぐっていきましょうか。急げって言ったら、もうだってこいつに絡んでくる敵はいないでしょう。おお、ちょっと待って、肩パッドがのめり込んでる今。大丈夫か、それ。おお、あ、新しいハゲチャビン、ありがとう。黒豆なし汁ぶっしゃー。ありがとうございます。しばらくは安全だ。しばらくは安全ですね。まああのなんかチューブだったっけ、なんだったか忘れたけど、そういうのをぶち込まない限りは多分安全じゃないかなと思われる状態ですね。まあ、残念ながらね、どう思うかなんですけど、どう思うかって日本語がよくわかんないな。はい、まあ結構楽しかったですね。やっぱロケットランチャー無限って快感度半端ないな。これがだからね、リッカーとかもそうだけど、何よりも G とか、これまで追い回してきたあの変態白紳士なんかと対面した時にどんな威力を発揮してくれるのかっていうのは、今からもゾクゾクワクワクしますよね。たまらんだろうな。まあ、あの一瞬でお亡くなりになっていただいて、で、まあ、復活するためにボコボコにしてやろうみたいなね。もう今回あのこれまでのハードコア S ランク取るために、 S プラスランク取るためには苦しんだっていう、まあそういうのがあったんで、まあその鬱憤を晴らすかのように、もう本当に容赦なくボッコボコにしていこうと思ってるんで、ぜひゾンビで覚悟していただけたらと思いますね。はい、ということで、まあこの次にはパーツ進んでいきたいところではあるんですけど、もう20分近くね、あの実況を撮っているので、一旦ここでまああの切りもいいから、この先進んでいく前に一旦セーブして、ね、終わりにしたいかなというふうに思います。まあちょっとあのマーヴィン・ブラナーさんもね、あのかなりお腹が痛そうなので、ちょっと昨日食べたね、あの鶏肉がちょっと生だったみたいで、残念ながら、もし奴らを見つけたら生だったみたいなので、まあちょっとそれでによって腹痛を起こしちゃってますから、まあそのちょっと介護もねしてあげなきゃいけないかなというところなんで、ほら目がいっちゃってるでしょ、完全に食中毒だからねこれ。食中毒になっちゃってるんで、まあ、そこのね介護が終わったら、あの次のパート進んでてね、あの生き残りを探しつつ脱出経路を探っていくっていう、そんなねパートにしていきたいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいでごえす。ということで本日も動画以上でございます。ちょっとだけやってっか、まあいいか。はい。ではね、またお会いしましょう。さよなら。バイチャ。